西郷札は、西南戦争中に、西郷隆盛率いる西郷軍が、軍備調達のために発行した、戦時証券、軍票。1877年西南戦争に際して、西郷軍は、薩摩商人からの軍備調達の必要が生じ、四族商社の、小恵美社、武育社によって発行された、小恵美社札を用いて6万円を調達した。小恵美社札は5円。 一円、半円の三種があったとされる。その後、軍資金不足に陥った西郷軍が1877年に発行したのが、いわゆる西郷札である。札というが、実際は布製の布兵であった。関連者を二枚合わせて、その芯に紙を挟み剣後にしたものであった。通用期間三年の俯瞰紙兵であった。十円、五円、一円。 50銭、20銭、10銭の6種が存在したが、発行当初から信用力に乏しく、小学札は多少の流通があったと伝えられるが、10円、5円等の高額紙幣は、西郷軍が軍事力を背景に、実行支配地域内で、無理やりに通用させていたものであった。西郷札は、西郷軍の敗北ともにその価値を全く失い、明治政府からの保障もなかったため、 西豪札を多く引き受けた商家などは没落するものもあったと言われているなど、西豪軍の支配下にあった地域の経済に大きな打撃を与えた。なお、小恵者札は翌1878年に召喚された。西豪札は西郷隆盛の辛抱により、一部の人たちから縁起物として陳徴されていたという意見もあるが、札の多くは明治政府に没収され、 廃棄処分にされたことから減損するものは少なく、通貨コレクターの間では水煙の的であり、高額で取引される。また、小恵ぐ社札については、5円は現在残されておらず、1円、半円の2種についても減損数が少ないため、現在高値で取引されているようである。松本清張の作品に西号札をテーマとした短編小説西号札がある。 1951年に書かれた検証への応募作品で松本清張の象徴作である新潮文庫の同名の短編集に収録されている。ありがとうございます。